今回紹介するのは「オードリーの NFL クラブ若林のアメフト熱視線」という本です。日本で唯一の NFL 専門番組「オードリーの NFL クラブ」がついに書籍化。高校時代アメフト部で共に汗を流したオードリーの若林正康と春日俊明が 自身の経験談をもとに NFL の魅力を語る。さらに、大人気コーナー、若林の熱視線では、若林自らがスーパープレイの裏側にある駆け引きの隊や戦術を、 笑いを込めて情熱解説、本場アメリカからも大絶賛の全く新しい芸人による日本初の NFL 入門書笑いと人間模様とともに送るアメフトへの溢れ出る偏愛スーパープレイの裏側に垣間見える27の人生訓。NFL ファン必見最近 NFL にハマり始めたのですがまさにタイミングよく読めたなと思います わかりやすいプレーの説明やアメフトの面白さまで飽きずに読める一冊ですオードリーさんはじめ芸人さんに NFL ファンが結構いると思うのでもっと日本で NFL が有名になってほしいこんな面白いスポーツなかなかない以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。